ポーポーは万歯科に属する落葉香木。果実を食用とする。北米原産。明治期に日本に持ち込まれた。ポポーやポポーの木、ポポ、あけびがきとも呼ばれる。温帯で生育する数少ない万歯科の樹木。温帯果樹といっても寒さには非常に強い。春に不肉臭のする紫色の花をつけ、秋には 黄緑色の薄い外か火を持つ果実をつける。問題となる病害虫は、ほとんどなく、薬剤散布なしでも栽培できる。果実は、代償不揃いになりやすいが、完熟するときから自然に落下するが、そのときから数日後香りが強くなってきた頃が、食べ頃である。なお、時間が経過すると火火が黒く変化するが、果肉自体の熟度の指標とはならないので注意が必要である。 果肉は黄色から薄いオレンジ色でねっとりとした食感。とても甘く香りが強い。この強い方向のために人によって好き嫌いが分かれる。中には多数の黒い種子がある。品種は NC-1、レベッカズゴールドー、プロリフィック、オーバーリースなどがある。ポーポーの自生地はカナダのオンタリオ州からアメリカ合衆国東部、ニューヨーク州から 西は、ネブラスカ州南東部、南は、フロリダ州北部とテキサス州東部に広がる。自家不和合成の紫色の花は、肉の腐った匂いをさせ、花粉媒会社の肉梅や、甲虫類などを誘引する。アメリカのポーポー栽培者は、血実率向上のために腐った肉を吊るすこともある。温帯減産のため、ほとんどの地域で栽培用意。暑い地域は、注意が必要。 用土には培養土や赤玉土を使用。自衛が望ましいが、鉢植えでもか。根が直根性のため、縦に大きい鉢が良い。葉に毒が含まれており、害虫はつきにくい。秋には紅葉が見られる。人工樹故の場合、注意が必要。先にメしべが成熟し、それから数時間、数日後におしべが成熟するためである。最初に咲いた花数個は、 花粉用にしなければならない。品種がしっかりしているものは滅多に一本では結実しないが、未生の場合、様々な遺伝子が混ざっているため、一本で実ることも少なくない。ただし、未生はかなり品質が劣る可能性がある。というのも、未生から育てた場合、種の種類に関係なく果実の品質に大きな差ができる。品質の管理を行うのならば、 次期内を栽培することで可能になる。日本では明治頃から富豪の屋敷で栽培が始まり、細々と未生内が出回った。戦後には主食として食べる家もあったという。本種 A、トロローバダナルの他にカキの種がある。ありがとうございます。